試しに打ってみようといった形です。はい、それでは実践していきましょう。まあ、本当に何のために打ったらってありますけど、だから今僕は罰みたいな怪しくあってくれと思いながら回りたいと思います。やばい、パスタに怒られるぞこれは。さあ、後半戦でございますけども、なんと私平前半戦と前半のスタートと同じくエレカセブン2に、座っております。まあ、シスタークエスト3ちょろっと打ったんですけども、どうもまあ微妙だぞと。で、あの店内見回したところ、どうも法則見えてこないぞというところで、唯一現状分かっております朝一違和感があったと打ったところに注目して店内見たところ、他の同じ状況だった台はそこそこ出ていて、高設定っぽい挙動を示していると言ったところで、このエレガス物、僕自身の挙動は正直前半戦悪かったのでやめたんですけども、まあ他の台打つよりかは可能性あるだろうと言ったところで戻ってまいりました。で、僕がやめた後他のお客さんを打たれまして、まあ AT1 回当選してるんですが、これも引き戻しがございません。で、僕が打った時も3回 AT にいて引き戻しゼロ、さらに今回引き戻しゼロということで引き戻しが弱い。さあ、これすなわちどういうことを言いますと、まあ設定5に期待して打つって、ね、なかなかないんですが、まあ、そう期待して打つしかないですね。唯一のヒット、ここに頼って、打っていきたいと。はい、まあ、うだうだ言っておりますが、実践スタートしたいと思います。ちなみに追加投資からスタートですね。これで、500枚目投入でございます。店内ぐるっと見たんですけど、正直法則はこれまた、はっきりしない状況です。まあ、松見も特に熱い松見もなさそうですし、まあ、機種に関しては、コードギアス R2 が、まあ、全体的に出ているかなと。あとはスロット魔法少女マドカマニカ、これもそこそこ出てはいたんですが、肝心の全体の法則は分かっておりません。その中唯一ですね、現在分かっているその朝一と違和感、これをやはり追うのが賢いんじゃないかということで、後半戦エレカセブン2戻ってまいりまして、実践しているわけです。おう、強水化。おう、これはアチ、これはさすがにレイボー。まあ、強水化当選、これは、設定算ありませんけども助かりました。さあ、なぜこれが出てきたか分かりませんが、ラッキー。はい、エピソード、まあ、このボーナスプラス AT というのに当選した時の挙動です。まあ、一応設定差ありますが、薄いところではあります。強水化でおそらく出てきた。さあ、ラッキーなことにハイパービッグプラス AT 確定とのエピソードをいただきまして、まあ一応設定差あるところでの挙動でありますが、まあ薄いところを引いたということには変わりないと。で、ありがたいことにモンスのバトルをいただきました。 AT 確定はしておりますが、この後モンスのバトル突入します。で、ここで正解して AT 当選した場合はストックとして出てくるので、まあ、ここのものも設定室が使えます。当然よいしょ、1ポイント中
うわ出た、まあ、正解数は2ポイントです。いやーくそー、トマトラは今回1ポイントと、これ当選していたならばこの AT 消化後にストックとして出てきます。さあ何せよエピソードからラッキー AT、さあここ飛ばしましょう。とりあえず中距離スタートかな。一応この終了間際のところで強めの演出が続くとストックが出てくる可能性がアップします。ありそう、ありそうだぞ。どうよ、出てこない、出てこないんかい。ちなみにストックがある場合は7割以上が、ここでの続くで出てくるんで、ストックなかったかもな。となると、さっきの、1ポイントモンスーのバトル1ポイントでの当選もなかったことになります。で、こうせつであれば出てきてほしいとこなんですけど、さあ、あとはまあ、あのストックあっても一応この後出てくる可能性ありますが、前場中のこれは当たります、おそらく。さあ何が出てくるか、さあどっち、木戻し、さあ木戻しでございます。ちなみに木戻し時は前回の AT の状況を引き継ぐので中距離かな、終わったところはここからスタートと。さあいやいやラッシュが欲しい。残念、いやー本当何も起きないですね。残念ながら引き戻しのありがたい AT もあっちゅう間に終わってしまいました。さあ残念ながらボスのバトルは、いただけなかったですけども、ちょうど松見が7のところで強地流引いたので、まあ、とりあえず前兆からスタートはすると、まあ、強地流引いてるんで、さあではこれが当たってるかどうかですね。チャンスだね、チャンスだねと言ってるんで当たっててもおかしくないよ。ないあでも一応前兆続いてるんでチャンス目で、ボーナスでも即引いたチャンス目でボーナスが当たってる可能性があります。はいはい、ボーナス、やはりボーナス終了後3ゲームぐらいかなで引いた、まあおそらく高額だったんだと思いますけども、チャンス目からギリ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 ねじ込みました。さあ今のボーナスナビ2つゲットしてますんで、とりあえず2ポイントは確定となると、一発当てることができない AT、頼む、これラストチャンスなんで、うまい、うまい、いやーおーここでわー見事ですよ。こんなところで行くんですね。
ただ見せ場が来るのがちょっと遅かった。うわあ、これで4ポイントは確定。 AT2 つ。ちょっと今の中断注意がどうなるのか分かんないですけど、さあラストチャンス、とりあえず AT100 ゲームはあるといった状況です。ラストスパート開始。これマジで、投資は1100枚返ってくるのか、果たして。おう、今ちょっと調べました。先ほど中断中に行きまして、中断中に引いた場合獲得ポイント、3ポイント、3ポイントってことは、3ポイント4、5で5ポイント、で3つ出てきますね、3つ。ってことは AT150 ゲームと同じ。続く、これが ART ストックをこれまで消費。おう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 、はい、エアリアラッシュ。さあ行きましょう。なんと本日夕方の4時過ぎをもってして初のエアリアルラッシュいただきました。よいしょ。いやー、下手。よしよしよし、うわー、微妙。下手くそ。20ゲームまあ今更ではございますが、これがまんまボーナス期待度、ここですね、 20%。 さあ5回に1回は言ってもボーナスにつながる計算でございますが、いかがでしょう。オッケー、うまい。 20% を仕留めた形です。お、ちょい熱いな。まあ遠距離なんであんまり当選率は低いですけど、一応チャンス目バトル。さあ乗ってまいりました、乗ってまいりました。うわあ、この流れ、イエス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 。おっと、25%はどうなのか。エウレかなり熱いですね、チャンスアップではありますね。まだ行くな、まだ行くな、熱い。レインボーにてボーナス確定、お見事。そしてまたここでレアコアックを引く。
さあこのプラス20ゲームを当然ボーナスリンク抽選しておりますので 20% のボーナス、ここはちょっと厳しいかな。一応タルホでチャンスアップではあります。おう、ありえる、うまいな。しかしここに来てエンジンかかってまいりました。遅い遅いが間に合いそう、投資回収には間に合いそう。いやー、ここに来て今まで引けなかった 20% とか 25% とかが画線当たり始めております。はい、エアリアルラッシュ入ります。はい、ドン復活。下手くそ、マジで下手くそ。マジか、もったいね。10ゲームしかゲットできませんでした。すなわちボーナスピアイドもたった 10%。 さあ今回比較的頑張りまして、これにて1セット終了ですけども、あと1セットは確定しております。はい、もしかしたらこれがラストチャンスかもしれません。おお、あっち強チェリー上乗せ、ドン、でかい。何がでかいって、これにねボーナス期待度も 40% あるってのがでかい。ここはぜひボーナスもいただきたいところ。うわっと、ダメかも。初戦 40% だったということかな。あー、残念。まあ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 、さあそれでは、今一度最後に店内ぐるって、見て回りたいと思います。まあ、僕があの台を粘った根拠といたしましては、まあ、最初の違和感、で同じく違和感があったクイーンオアシス、こちら、5067ゲームで23-12、この世界で144分の1、まあ5と6の間ぐらいかな、おそらく、まあ、設定5の近似値ですね。まあこのクイーンオアシスはさすがに何もなしには入れないと思いますので、店長がよっぽど好きじゃなければあれはあると思いますけどね。であとは、まあ、バジリスク絆は、毎回入ってますんで放送に関係なく、まあそれは置いといて、偽物語も出てる。まあこれに関しては、まあ、信頼ってこともあるでしょうけども、3台中2台は一応手玉はついてきてますね。さあそして、朝一、実は僕エイラが7キープする前に北斗転生で、まあ、同じ違和感がある台がありまして、一旦キープしたんですよ。ただ前回転生打ってますし、まあ今回ちょっといいかと思った台、出てるっていうか高設定だな、あれは。ちょっとゲーム数分かりませんけども、初当たり14回この時間にして、あれは間違いなく高設定だと思います。うん、やらかしましたね。アイムジャグラーコーナー、ほうほうほう、これあるな、また。アイムジャグラーは
ありますね、これは高設定が悪くないですね。はいはい、まあ、前回大久保天さん来させていただいた時もうそうだったんです。ジャグラーコーナー全体的に入ってますね。で特にアイムがいいと、ただ他のジャグラーにも入ってますよといった形だと思います。ではこちら一応映していただきましょうか。コードギアスコーナー、出玉は大変出ております。ただこれが高設定かどうかは正直機種の特性的に分かりませんけども、まあ出てるってことは事実としてあると。フォークとトボも出てるんですよね。なるほど。はい、実戦終了お疲れ様でございます。実戦終了いたしまして、まあ、朝一、エールカセブン2、行ったわけですけども、まあ、法則云々は後々、触れるとしまして、僕の結果からいきたいと思います。エールカセブン2うちどうも微妙だぞと、そして移動した先が、シスタークエスト3、そして、結果エールカセブン2に出戻りしまして、結果が投資1100枚、獲得、1347枚プラス247枚でございます。ありがとうございます。はい、まあ、何から話そうかといった感じですけども、出玉運動に関しては、正直ラッキーでございます。まあ、展開に助けられまして、まあ、投資も、1100枚で、済んだのもそこそこの奇跡でございますし、最後、モンスのバトル中に中段地にズバッと引きまして、それで引っ張っていた AT で、回収に至るといった感じで完全にラッキーでは、ございます。ただエイレカセブン2、僕は座った理由なんですけども、まあ、朝一なんか違和感があるぞといった形の台が、4台ほどございました。僕が打ったエイレカセブン2、さらに、北斗拳転生の章を、バラエティであるクイーンオアシス、あと花火ですね。この4台がちょっと怪しげだったので、初め転生の章をキープしたんですよ。ただ、前回僕打ったんで、まあ、2回連続だったらまあエールカ打ちますかって形でエールカに行ったんですが、まあ、結果その転生の章すげえ吹いてます今。はい、なのでそこに関しては残念だったんですけども、まあ理由がありまして打ったんですが、正直どうなんですかね。まあ設定6は、もうほぼ確実と言っていいほど、多分ないと思います。まあ、毎回法則そうなんですけども、設定456、まあ、いわゆる高設定ですよっていう方向性のようなので、まあ、4ならワンチャンあったのかもって感じですが、まあ、普段であれば低設定ですねって見切っております、正直。まあ、なので玉に関してはラッキーと。で、あとの法則に関してなんですけども、まあ、出ている機種、法則は置いといて出ている機種で言いますと、コードギアス R2、さらにはマジカルハロウィン5、で、あと前回ここ来た時もそうだったんですが、ニューアイムジャグラー、これに関しても、まあ、前回と同じく、まあ、前代456ですよって言われてもおかしくないですよっていうような感じの解説がついておりました。で、あと忘れてはならないのが、スロット魔法少女マドカンマリカ、前回ここ来た時は、増大下側と反対側、台数が少ない方かなの、が、まあ、全6ですよみたいな感じだったんですけども、今日その反対側ですね、反対側が、すげえ出ております。だからまたやらかしてるんじゃないかなと思います。ね、このままだったら、僕がシスタークエスト3を打った時間は何だったのかってなりますので、僕の予想を言いますと、初め末尾7、これが強いんじゃないかなと思ってたわけですよ。で、まあ、今、もうこの時間になりまして改めて見て回ったんですけども、メゾン一国の末尾、7だとか、その朝一違和感があった転生の章も、まあ、一応末尾7なんですね。で、あと、A スロット北斗の拳ショーも、まあ、一応末尾7なんですけども、
まあ、なので、まあ、出てる台はあります。ただ全部ではないので、それがたまたま他の法則にかぶったのか、それとも例えば2分の1で、それ高設定なのかとか言われたら分かんないんで、まあ明日、実践されますバッチさんに、おかれましては、まあ、朝一、こちら要注目でございます。あと、まあ、サドルだったり、そういった違和感は確認できなかったので、それよりもかなり細かい違和感を仕掛けてくる可能性があるってところをまず注目していきたいな、いただきたいなと思います。あと、まあ、機種に関しては、今日スロット魔法少女マドカマリカが、前回の反対が出ておりました。で、前の収録の時は、僕の時完全に、全力ですねみたいな島がその次の日も、改めて出てたっていう傾向もございますので、今日出ていた台、まあ、マドカマニカ、さらにはマジカルハロウィン5、あとコードギアス、ここら辺に関しましても、注目していただければ、かなり勝ちに近づくんじゃないかと思います。今ディレクターの方が指示がありまして、ズバリバッツさん何いけばっていう話なんですけど、まあいい番号であれば、スロット魔法少女マドカマニカあたり行ってもいいのかなって思います。まあ、いい番号だったらですよ。ただめちゃくちゃ早い番号埋まりますから、まあ、それはまあさておき、まあ、それがダメだった時は、まあ、違和感系ですね。結構遅い番号の人でも座れるのが、この店違和感系でございますので、そこら辺注目していただいて、前回あのサドル見落としてたらしいんでそこでちゃんと注目していただいて、立ち回っていただければと思います。それでは、今回お付き合いいただきましたのはパチスロー攻略マガジャー平でした。また会う日までバイバイ。パチさん頑張って。